BS 日テレ公式 YouTube チャンネルアナウンサー黒田凛です。今日の衣装はこんな感じです。ランナー風パーカーが通気性抜群のもの、そして爽やかな色の海みたいな T シャツで、短パン、なんかタイツ、そして綺麗なブドウみたいな色のスニーカー。早く始めます。この4月からスタートしている新番組を深掘り。今日深掘りするのはランニングエンターテインメントサブ4。市民ランナー憧れの領域、それがサブ4。 4ヶ月でフルマラソン4時間切りに挑むのは個性豊かな女性たち。しかし何にもやってません。走るの嫌いです。苦手。ジャンプ嫌い、走るのも嫌い、息切れが嫌い。そんな3人が真剣にチャレンジ。世界陸上元日本代表が徹底指導。うわ、きつい。そして監督はこの男、はい、あと3周です。3周やったいいペースですよ。やばいやばい。本気で走り、本気で挑む、本気のラン番組、ランニングエンターテインメントサブ4、お楽しみに。ということで、今日はサブ4を達成しそうな人を私勝手に予想しようと思います。はい、できました。こちらの方です。はい、誰か分かりますか？澤山里奈さんです。澤山さんはなんか自分の体力を知っているのか分からないですけど、ペース配分とかがなんか自分に合ったペースで走っている感じがするので、このまま練習を続けていってくれれば期待できるんじゃないかなと思いました。毎週木曜夜9時放送、ランニングエンターテインメントサブ4。果たして函館マラソンでサブ4を達成するチャレンジャーはいるのか、皆さんお楽しみに。私も応援しに行っちゃうかもしれません。